スーザフォン、スーザフォンは、アメリカの作曲家、ジョン・フィリップ・スーザによって考案された、大型のバルブ式低音金管楽器である。スーザフォン、スーザフォーン、スーザフォーンとも、アメリカの作曲家、ジョン・フィリップ・スーザが、1893年に、ジェームズ・ウェールズ・ペッパーにリクエストして作られた。立層を前提として設計されており、演奏者を中心として管は大きく、円形に巻かれ、 大きく開いた朝顔は演奏者の後方から立ち上がりほぼ前方または髪型を向く。毛坂形状に一方の肩に乗せてチューバ奏者によって演奏される。ほとんどのスーザフォンは変度調でピストン式の3本のバルブを備えるがごく稀には変歩調や波長のもの、そして4バルブのスーザフォンも見られる。ヘリコンと呼ばれる米海兵隊バンドなどで使われていたチューバ、 低音作ソルンから改良されたもので、ヘリコンの朝顔が小さく、上向きで固定されているのに対して、スーザフォンでは大きく前方内視は髪型に開き、向きを変えることができる。この朝顔部は収納及び運搬の便宜のために、取り外すことも可能な構造となっている。また、ヘリコンには、ロータリーバルブのものも存在していたが、スーザフォンでこれを採用することは、まずない。 演奏者の体力負担を軽減するため、1960年代以降、重量のかさむ真鍮に変えて、より安価かつ軽量な繊維強化プラスチックで楽器本体を製作することが多くなった。また、朝顔部には ABS 樹脂を用いることも多い。樹脂製の艦隊は真鍮製のものに比べ音色で劣るが、スーザフォンが求められる状況においては、需要可能な範囲内にある。 スーザフォンはパレードやマーチングといった更新のほかデキシーランドジャズなどで好んで用いられる。動きのある野外演奏を大前提として考案された楽器なので、立奏用のチューバと比べ楽器の保持が容易で、長時間の演奏に適し、トランペットやクラリネットなどの小型の楽器とともに俊敏な動作もできる。スーザフォンの大きく前を向いて開いた朝顔に、 団体の名称や絵などを描き入れた薄い布を強く貼って使うこともよくある。隊列の後方から放たれる重低音とともに巨大な姿による圧倒的な存在感を慣修に示す。ありがとうございます。